遊戯王、マスターデュエル。音響戦士ギータス、音響戦士ギタリスからの、ドレミコード。音響戦士ギータス、音響戦士ギタリス、音響戦士ギーチェスのうち、2種類が手札にあると、いろいろできます。そこで、グランドレミコードクーリアを召喚してみました。グランドレミコードクーリアについて説明します。このモンスターは、ペンデュラムモンスターを含む、モンスター、2体以上から召喚される、リンク3のモンスターです。このモンスターは、相手の効果を無効にする能力があります。その際に、破壊効果のある、ドドレミコードクーリアを特殊召喚することもできます。また、攻撃力も3000近くまで上がります。リンク3にしては、十分すぎる能力です。音響戦士のギミックから、グランドレミコードクーリアを召喚すると、かなりのモンスターが余ります。その余ったモンスターを素材に、墓地に支援のトガ姫を置き、フィールドにナチュルビーストを召喚します。では、実際に召喚してみましょう。最初の手札は、音響戦士、ギータス。音響戦士、ギタリス。それでは、始めます。遊戯王、マスター、デュエル。
ご視聴ありがとうございました。